どうも土屋です。今回はブランディングのバイブル的な本を紹介します。一体何冊バイブルがあるんだって話ですけども、マーケティングは日進月歩ですから、いろんな知見をインプットする必要があるんです。ブランドをカテゴリー内に作ろうとした時、あるいは自社のブランドが競合に対して弱い時、どうすればいいのか迷いますよね。そもそもブランドという言葉の定義からして、経営陣の中には曖昧なままセットされている方も多いのではないでしょうか。強力なブランドは会社としてのミッションやサービスに対する定義を内外にはっきりと打ち出しているところが多いように思えます。マーケッターとして歯がゆい状態ですよね。どのようにしたらブランドを構築することができるのか。上層部に現状のブランドの状態を可視化し、現状の把握から戦略的なステップアップまでの道のりをどのように示せばいいのか。そして最終的には会社の方向性にどのようにコミットしていくのか。日夜思案しているかと思いますが、その回答のヒントになる本が本書戦略的ブランドマネジメントになります。ブランド構築のキーになるブランドエクイティを構築し、測定し、管理するための戦術的ガイドラインが記されています。早速見ていきましょう。まず強いブランドを作るにはどうすればいいのか。そもそも強いブランドを作る目的とは何なのでしょうかというところからなのですが、それは強いブランドを作ると消費者の脳内にそのブランドが深く刻まれ、消費者が何かを買おうかなと思った時にそのブランドを選ぶ確率が高まるというメリットがあります。そうするとライバルが消費者の心の中につけ入る隙が生まれにくくなるんですね。前の動画でも解説しましたが、シェアとはいかにたくさんのお客さんの脳内にブランドを刷り込めたのかの割合で、ブランディングはその手段ということになります。ブランドは企業の長年の活動を通じて製品やサービスを通じた体験をもとに植え付けてきた印象で、これは他社に真似できないものなんですね。言い換えるとブランドは企業にとって最重要かつ最大の資産になります。例えば店で何かを買おうとした時、定番のものを選ぶ傾向はありませんか？お客さんが過去に満足した体験があったとしたら安心して買いますよね。そうすることで製品を買う際に迷わなくて済みます。スーパーでカップラーメンとか買うとき、たくさん並んでいる商材の中で、あ、これ知ってるとか、あ、これ買って美味しかったなとか、あ、これは楽だったなとか、まあそうした積み重ねで次もまた買おうってなるわけですね。要するにチキンラーメンというブランドは一朝一夕ではできていないわけです。資産価値の高いブランドを作るというのはどういうことかというと、ブランドエクイティという考え方から来ています。ブランドエクイティはブランドが得た資産価値です。例えばですが、その昔日立と GE が工場を所有していました。同じテレビを作っていたんですが、日立のロゴをつけたテレビが同じテレビであるのに価格も高く設定しているにもかかわらず GE の2倍も売れたということがありました。この場合日立のブランドエクイティは GE よりも高かったということになります。ブランドエクイティが高いとこうした現象が起こるのですが、ではブランドエクイティを高めるためにはどうすればいいのか。そのキーポイントは顧客の脳内にブランドに対する良い感情を作ることにつきます。ステップとしてはブランドを認知させるところから始まります。どういう経路からでもいいので知ってもらわないと始まらないです。商材を知らないと手に取りませんよね。その上で好ましいブランド連想を作ります。全ては購入候補に入るための作業です。要するに消費者が同じカテゴリー内にある他のブランドと自社のブランドの違いが分かるようにすることです。例えばアップルというとどういう連想しますか？クールとか最先端の技術とか使いやすいとかありますよね。好ましいブランド連想を作ることで、この商品は何々だという顧客の中で良いイメージが作られることになります。まあ、最強の連想は広告など間接的な体験ではなく、実際に製品やサービスに触れる直接的な体験です。スターバックスは広告ほとんどやっていませんが、店舗での実体験がより良いブランド連想につながっていると思います。このブランドエクイティに関してはそれを評価する基準があります。それがコストアプローチ、キャッシュフローアプローチ、マーケットアプローチ、NPS になります。コストアプローチというのはそのブランドを確立するために費やしたコストを合計して評価する方法です。ブランドを新たに立ち上げた時、ブランドをリスペレスする時のどちらにも適用できます。コストには広告やプロモーション、ロゴ制作にかかった費用、ウェブサイトの制作費、ライセンスや登録などにかかった費用などが含まれます。キャッシュフローアプローチというのはブランドが将来生み出すであろう利益からブランドの価値を評価する方法です。将来見込まれる利益を現在のブランド価値に当てはめるため、コストアプローチを比較すると将来の利益も算出できるというメリットがあります。ただ将来どうなるかなんて誰も分かりませんから、正しくエクイティを測れるかどうかは怪しいです。マーケットアプローチは実際に市場で取引されている類似ブランドの価格と比較してブランドエクイティを算出する方法です。実際に同規模のブランドが市場においてどれぐらいの価格で取引されたのかを基準にします。
しかしこれは類似データがない場合が多いのであまり対応できないと思います。 NPS はネットプロモータースコアの略称で、ベイン&カンパニー社によって提唱された指標です。具体的には友人知人に勧めたいと思うかといった質問を顧客に投げかけることで、企業や商品に対するロイヤリティを数値化しています。現在サービスを使っているお客さんにアンケート形式などで0から10までのスコアで友人知人に勧めたいかとを聞きます。8から10と答えた人はロイヤリティが高いと判定し、それ以外は低ロイヤリティユーザーとします。可視化しやすいですし、モニタリングもしやすいので多くの会社に使われている手法です。ブランドエクイティを考える上で大事なのが差別化ポイントと類似化ポイントです。差別化ポイントとはライバルと異なる点、特に顧客の脳内に開いた穴を見つけることです。類似化ポイントはライバルの差別化ポイントを弱めることです。例えばダンキンドーナッツはアメリカでは老舗のコーヒーチェーンなんですが、新興勢力のスタバとの差異をつけるためにスタバではないということを差別化しています。要するにダンキンを使っている人に対してスタバに対するカウンターとして古き良きカフェを演出しているんですね。それでいて街角にある普通のカフェという類似点を出しています。確かにアメリカに行くと警察官とかダンキンドーナッツに立ち寄っているイメージですよね。逆に警官がスタバに行くと騒ぎになるかもしれません。最近はドーナッツが健康に対して悪いという風潮に、ダンキンドーナッツのドーナッツという部分を社名から取り外そうとしているみたいですね。では実際に顧客との強い絆を生み出す方法を見ていきましょう。ブランドレゾナンスモデルというモデルを使います。これは顧客の理性と感情の両面を考えたアプローチ方法です。これはブランド構築の3筋を示しているものです。ブランドセイリエンスはブランドの特徴のことで、どれだけ頻繁に簡単に思い出せるかが指標になります。ブランドパフォーマンスは性能や機能のことで、性能や機能がどれだけニーズを満たしているかが指標です。ブランドジャッジメントは客観的な判定のことで、パフォーマンスに基づいたブランドの評価になります。ブランドのイメージは文字通りの意味で印象のことです。ブランドが顧客にどう思われているかということですね。ブランドフィーリングは情緒的反応のことで、イメージに基づいたブランドに対する感情的な反応が指標です。そしてブランドレゾナンス、これが最終的なゴールで、顧客がブランドに対する共感共鳴を持っている状態を指します。例えばですけど、アルマーニで考えてみましょう。アルマーニというと高級スーツの代名詞みたいなものですね。パフォーマンスとしては職人がオーダーメイドで作ってくれますから、自分の体型に合ったスーツが出来上がります。使っている繊維も手触りも着心地も圧倒的に良いわけです。そしてジャッジメントとしては、世界最高品質ということと洗練されたデザインですよね。イメージとしてのアルマーニのスーツは一種のステータスになっているわけです。一流のビジネスパーソンが着用しています。フィーリングに関してはステータスシンボルにもなりますし、アルマーニのスーツを着ているということは一流を意味しますから、それだけで自己肯定感はとても上がります。アルマーニを最終的には自分自身のアイコンにするわけですね。スーツを買いに行こう、アルマーニで仕立てるかとか、何か特別な日でスーツを着なきゃってなった時にアルマーニを着ようみたいな感じで、ブランドが自分ごとになっていくわけです。で、先ほどのステップを感情面と理性面で区分けした図がこれです。最初に認知があって、認知から枝分かれする形で感情と理性の両方で顧客を囲い込みます。セイリエンスの段階ではブランドアイデンティティは曖昧です。あんた誰みたいな感じですよね。なのでこの段階では深く広い認知を獲得していく必要があります。要するに印象付けが大事になってくるわけです。知ってもらったら次の段階ですね。パフォーマンスやイメージの段階です。この段階ではそのブランドが何のために存在するのか、何の課題を解決するのか、顧客は手探り状態です。誰から何に変わった段階なので、類似化や差別化ポイントを明確にして顧客に示す必要があります。そしてジャッジメント、フィーリングの段階に来ると、ブランドを体験した顧客の反応が出てきます。この時は好意的な反応を示してもらう必要があります。この段階まで来て悪い体験をさせてしまうと、一気に顧客は離れます。ここまで来れば最終ゴールです。顧客とブランドの関係性が築くことができ、強く活発なロイヤリティを得ることができるようになります。このブランドレゾナンスモデルと強く結びついているのがブランディングの原則です。この原則はレゾナンスモデルを検討する際に留意すべきことです。まず、ブランドは顧客のものである。ブランドの価値は顧客がどう考えるかということにあります。企業側が決めることではないんですね。常にお客様の頭の中にあるものですから、企業がいかに高品質を謳っても、実際に顧客がそう感じなかったらそうではないということです。実はこれなかなか認められないことなんですよね。俺たちがこんなに熱量をかけてやっているのに、お客さんはなんで分かってくんないんだってなりがちです。でもここを受け入れないと、お客さん視点でのマーケティングはできません。次に、ブランドに近道はないということです。
強いブランドを作るには消費者の脳内で認知されることなんですが、これには長い時間とコストがかかります。それも数年あるいは十数年単位です。そしてブランドには二面性があるということです。これは理性と感情の両方に働きかける必要があるということですね。衝動買いということもありますが、何か物を買うときにお客さんはシビアに見ているものです。例えばロレックスを買いたいなと思ったときに、感情面ではかっこいいなとか思うんですけども、理性では機能的には他の時計と同じじゃないかとか高いよねとか思うわけです。そしてブランドの深さ、これは顧客の心に深く刺さるかどうかで絆が生まれるということです。いつも使っている化粧品とか定番のカレーとか、これ昔から使っているんだよねってなった時に、ブランドにまつわるお客さんのストーリーが必ずあるんですね。そして目指すのは共感共鳴です。競合よりも強い顧客との絆を作ることが目的です。最終ゴールは顧客のロイヤリティ獲得です。自分の分身のようにサービスを使ってもらえれば、サービスに対するロイヤリティは高まり、他のサービスに乗り換えることはありません。こうしたブランディングを支えているのはお客さんなんですが、大切なのはブランドの一貫性です。他に真似できないとか、お客さんのつながりがとか言いましたが、マーケティングにおいて金で解決できることが多いのもその通りです。ですがブランドは違います。ブランドは長期間かけて養成するものですから、時間は金では買えないわけです。そしてそこには一貫性という企業の強い姿勢が必要になってきます。一貫性がないと消費者の頭に刻み込まれた良い体験や印象が薄れていくんですね。そしてこの一貫性ということを保つことが実は一番難しいです。昔から残っている会社を見てみましょう。一貫した姿勢が見受けられるはずです。皆様が関わっているブランドはどうでしょうか。具体的な手法が書かれている本書、手に取ってみて改善に取り組んでみてはいかがでしょうか。